ありがとうございますあのこのような賞をいただいたこと本当に光栄に思いますあの僕自身の人生のテーマが挑戦を続けるというところなので本当に励みになりますしもともとミュージカルでデビューしてミュージカル界で育ってきたんですけども今はミュージカルだけじゃなく、えー、テレビドラマ映画声優、えー、ラジオ MC バラエティもいろんなエンタメにチャレンジし続けていますでこれからもいろんなチャレンジを続けていきたいと思いますので 今日は本当に大きな励みをいただきまましたたありがとうございます、はいすは、えー、くさんあるんですけども一番大きなチャレンジをしたのはあの16歳の時に留学をしまして、まあ、留学先が、えーまあ、田舎町だったんですけども2,000人生徒がいる中で僕だけがアジア人で,でその中で本当にいろんな経験があってあの辛いこともとても多くて。 それこそ差別にあったりあの怖い目にもたくさんあってでどうにかその環境を変えたくて、えー、学校で行われたダンスパーティーに一人で参加して、まあ、3か月ぐらいはもう一人ぼっちでいたんですけどもそのダンスパーティーで思い切って自分で決意をして一人で踊ったことがきっかけで留学生活が一気に変わりました僕にとってこの一歩踏み出す勇気っていうのをこの留学の時代に経験したことでそれが僕の今の 自分を作っている原点ですはい、あのー、まあ年を重ねれば重ねるほどすごく自分の中でしっくりくるところがあって僕は基本的にはスーツっていうのはその相手に対しての敬意だと思っていますので何か人のことを思い合うきに着たいなと思っているそして姿勢がよくなるのであのスーツを着るとすごく自分にとっての一番きれいな姿勢でいられるというのも一つポイントです。 30になる時にずっと20代憧れていた時計を買ったんですけどもまあこれはもう一番大事で今もつけてるんですけどもまあ20代自分が戦ってきた証そして30代への決意ということで買った時計っていうのが今大事につけているのでまあスーツとかきちっとした格好も多いんですけどもカジュアルな格好もするのでどちらにも合う時計っていうのが自分の好みであと黒。黒っていうのが僕はすごく好きで今回 えー、つけさせていただいている時計もまさにこのブラックで顔がすごくかっこよくてこのカジュアルにもスーツにも似合うこの時計というのはすごく気に入っていますミュージカルの世界で育ってきたんですけれどもこれからはあのたくさん日本でも海外のアメリカだったりロンドン、えー、ウィーン、ヨーロッパのミュージカルたくさんヒット作が日本でも上演されているんですけれども日本オリジナルの日本で生まれた作品ミュージカルが 世界に出るようなそういう作品作りっていうのにこだわってこれからやっていきたいなと思っています。